ン担当でございます。よろしく。前回メインチャンネルでお伝えした通りですね、昔の動画が削除されてしまいまして、2週間メインで動画が上げれなくなってしまいました。なんてですか、どうでしょう。いやパチパチじゃない、拍手ではないな、テンション間違えてる。でもビビったかなっていう、まあ、衝撃はすごかったよ。まあ、はい、おおって感じですね。一定期間の2週間がアップできない状態ですので、これから2週間ST ゲームスタジオでいつも通りの動画をこちらで上げていきます、はい、見たことないけどブスな顔してない、なんか洗ってないジャガイモみたいな。てかもう4頭身ぐらいしかない。いや本当にこんなになったらあれでかい、こんなでかい。これから2週間こちらのチャンネルでメインのチャンネルとして頑張っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお願いします。それ登録ボタン押してくれるだけでいいんだよ。やめてやめて、この人全然コメントトーク拾えないから。やめて、こっちがボケたら終わりなんだ。すぐなさがいい。そう、まあメインで上げたやつもメインとしてやっていくと。はい、2週間それでは本当にチャンネル登録よろしくお願いします。最近めちゃめちゃなんか審査してる期間というか、めちゃ厳しめな期間らしくて、いろんな YouTuber の方の動画も消されちゃってるみたいで。そうですね、知り合いの人も何人か停止しているっていう状況なんですけれども。はい、うん、まあやっぱ最初は起きてターボーに動画消されちゃったって真顔で言われて、うん、俺懲役300年みたいな。もう夢かなと思って。夢みたいな。夢、声がいつもよりなんか高かった、なんか理由があって YouTube さんもちょっと厳しめにしてる期間なんだと思います。最初はまあめちゃめちゃビッて跳躍300年の顔してましたけど、やっぱ楽しみてえなみたいな。うん、うん、やっぱ乗り越えるたびに壁ってあるんだよね。うわー、いうこといいわ。この前も熱い動画出しましたけど、はい、まあこのメンバー何年も乗り越えてきてるんで、乗り越える。なんかその日中にもなんかもう、おい頑張ろうぜみたいな感じになってたから、 あとは楽しんでね、かましていくだけかなと。そうだね、いう感じですわ。まあなのでね、皆さんは楽しく今まで通り見てくれればいいかなと思います。お願いします。生放送をよくしてたんで、生放送はやります。生放送はやるんですけれども、ゲームを上げるのは2週間生放送だけです。なので動画としてはほとんど残ります。ぜひ皆さん生放送に遊びに来てください。お願いします。それはそのテンションいいだろ。もうまあ2週間ってやっぱほんとさらっと休む人とかいるじゃないですか。まあこれを機に別に休んでもいいかなっていうのも、確かまあいろんな YouTuber さんも考えであると思いますし、まあ、僕もちょっと考えたんですけれども、やっぱまあまだまだそんなレベルじゃないので、僕たちはもっと上に行かなきゃいけない未熟児たちなので、うん、これからもほぼ毎日楽しませたいと思っております。思っております。ここで休むなんて ST らしくないからね。ゲームチャンネルもね、まあ、今から登録してくれる方ももちろん優しい方いますでしょうし、もうとっくに登録してくれてるっていう人にもやっぱ感謝をね伝えきれないなと、この件でね強く思いましたので、これからもちょくちょくね、メインが復帰した後もメインみたいなやつをゲーちゃんに載せようかなって考えた。おー、やっぱどちらがやっぱゲームチャンネル登録してくれてもちょっとお得感与えられるから。なるほど。あー確かにね、まあ、ゲームにね興味ない人もそうそういるでしょうから。そう、うん、でもこの機器に登録してくれた人のために、うん、ちょくちょく楽しんでもらえれば、まあこれを機に逆にゲーム楽しんでもらってれば一番いいんですけど。そうですね。でやっぱ恩返しをねしたいということで、はい、このゲームチャンネル登録してくれてる人、近々ゲームチャンネル登録者限定のプレゼント企画もね、かっこいい。おーすごい、めでたい。やるね、楽しい。ここでやっぱ何名かに当たれば、ね、恩返しできればなと思います。素晴らしい。ぜひ皆さん登録の方よろしくお願いします。お願いします。あ、やっと。あれこんなまぶた。おお笑い込み。そんな顔なかったよ今まで。ずっとこれ。そうやろ、単純に顔が顔がでかすぎる。見てるし普段から。長澤くん見てるやんこれ。はい、ということで明日は、はい、皆さんお待ちかねのホラーナイト、はいはい、このね ST ゲームスタジオであげますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。これからも ST スタジオ一同誠心誠意持って皆さん楽しませていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。本当にお願いします。お願いします。本当にお願いします。